86号車はイギリスからのチャレンジャー片桐奏太選手19歳。相信大家应该已经看过 MFG 最新的预告片了吧。作为头文字 D 正统续作，剧情我就不多说了，相信看过我更多漫画的同学应该都清楚。作为前86的车主老高，我也是相当期待动画的表现。从画风上可以看出和头文字 D 新剧场版三部曲类似，总之人物看起来肯定比漫画要好太多了。高桥良介在预告中露了个背影，如今的他虽然是一名外科医生，但依然在幕后策划着 MFG 这项风靡全球的赛事。本次预告还公布了主要人物的声优阵容，可谓空前强大。目的はチャレンジすることでお金ではないんです。天が彼方のためにしてあげられることは何？ヨーロッパじゃなんぞに負けねえぞ。ヤマト魂見せたろうぜ GTR。 今しぜグリップエイトレシオ、もっとスカッとアクセル踏ませろや。誰かが耳元でささやくんだ、その車の後塵だけははびるなと。大丈夫。高いところから見下ろされているような惨めな気分になっちまうのはなぜかな。あなたにその車を借る資格はあるのか。女の子のためにパッと使って亡くなればまた命がけで稼ぐだけさ。こちらかける、早いとこホンダぶち抜いてついてこい。意外と手強いのよこいつ、手伝ってよ兄貴。车辆的话可以看到，除了丰田、本田、日产、三菱、雷克萨斯等日系品牌可以清晰看到车标外，雷诺阿尔派也成功品牌露出，毕竟和日产一家嘛，拿到授权也在情理之中。其他像宝马、奔驰、奥迪比较模糊，不过还是能认得出来，是不是拿到了授权就不得而知了。其他的像保时捷、法拉利、兰博基尼、阿尔法罗密欧啥的，就真的就只展示个色块了。今年10月将正式放送，届时老高也一定会为大家带来动画解说的，一起期待吧。ハグしていいか？ダメです。鼻水出てるし。